刻みな足取りで門から外へ出る。月と星と大きな丸天井のある大空と市役所と聖母マリアの中楼と教会のある広場とが僕に襲いかかってきた。影の中から月光の中へ歩んでいる。街灯のボタンをかけ体を温かにする。それから両手を上げて夜のざわめきを制すると考えを巡らし始める。君たちが存在の権利を主張するような顔つきをしているのはどうしたわけか。君たちはこの僕が非存在で緑色の歩道に滑稽な感じで突っ立っていると信じさせようとするのか。しかし我が友大空、君は存在していた。そして我が友広場、君は未だかつて存在したことはなかった。これは何も今初めて分かったことじゃない。申すまでもなく君たちはやはり僕よりは優れた存在です。ただしそれは僕が君たちをそっとしておいた場合に限るのだ。我が友月君、残念ながら君はもはや月ではない。しかし月という名で呼ばれているに過ぎぬ君を僕が相変わらず月そのものとしているのはおそらく僕の怠慢のせいであろう。僕が君を変な色をした誰にも相手にされない紙の街灯と呼んでも君はもう昔みたいにふんぞり返らぬのはどういうわけか。それからマリアの中楼君、僕が君をマリアの中楼と呼んでいるのに君はまるでもう尻込みするような格好なのはどういうわけか。君のことを黄色い光を放つ月と呼んでも今の君にはもうあの脅しつけるような態度は認められない。君たちについていろいろ考えを巡らしても君たちのためにはなってはいないというのがどうやら本当らしいね。君たちは元気を失い健康を失っている。もし考
を巡らす人が酔いどれに学ぶならば、それこそ実に得ることが大いに違いない。どうして何もかもがしんと静まり返ってしまったのか、もう風はぴったりやんだ。小さな車輪がついているみたいに、幾度となく広場を動き回っていたいくつかの小さな建物は、今しっかり足を踏みしめ、静かだ、ひっそりした。建物たちを地面から隔てていたあの細くて黒い一線はもう全然見えない。僕は走り出す。大きな広場を3回ぶつからずにぐるぐる回る。酔っ払いには一人もお目にかからなかったので、そのまま速度を落とさず無我夢中で今度はカール街めがけて走っていく。僕の影は塀と道路の間のくぼんだ道に影を落とす場合のように、たびたび僕自身よりも小さくなったりしながら僕のそばを壁に沿って走る。消防署の建物を通り過ぎた時、小さな指輪のあたりが想像しいので、その方に向かって横丁に入ると、井戸を囲む網格子のそばに酔っ払いが一人いた。腕を水平に上げたまま、木靴に突っ込んだ両足で地面をバタバタ叩いていた。僕はまず立ち止まって呼吸を整える。そばへ行くとシルクハットを脱いで挨拶する。こんばんは、あなた。僕は23歳ですが、まだ名前がない。あなたはしかし、びっくりするような、いや、それだけじゃない。節をつけて歌うことのできるような名前を持って、あのパリという大都会から来られたに違いない。没落しようとするフランス宮廷の大変不自然な匂いが、あなたを取り巻いています。確かにあなたは、あの貴婦人方をご覧になったのです。婦人方はもう広々した長いテラスの上に現れ、どうも締め付けた衣装を身につけ、皮肉な表情を浮かべて後ろを振り向くのですが、彩りのある長い裾は階段の上に広がり、その端はまだ庭園の砂の上に残っている。無造作に立った灰色の上着と白いズボンの短い端は一面に配置してある長い棒に登り、足をその棒に絡ませていますが、下の方、また横の方に絡めます。それは貴婦人方が霧の深い朝をというご所望であるため、素晴らしく大きな灰色の麻布を紐で地面から引っ張り上げ、空中に張らねばならないからです。男が月光をする。僕は不意を襲われたように、あなたは僕たちのパリから、嵐のパリから、あられの都から来られたはずですね。相手の掛け声をする。僕はしらしらしい気持ちになり、よくわかりました。全く公園の歌にです。僕は手早く街灯のボタンをかけ、はにかみながら発信。沿道に値しない人間だと思っておられるでしょうか。僕としてはもし今日質問ができなければ、悲しい日々を過ごさねばならなくなる。立派な身なりのあなた、僕が聞いた話は本当ですか？教えてください。パリにはきれいな着物だけで出来上がった人間がいる。玄関だけの家がある。夏になると大空は流れる水のように青く、あらゆる種類の心臓の格好をした足固めたような白い小さな雲が彩りを添えるばかりだ。これは本当ですか？大入り満員の見せ物がある。入ると非常に有名な英雄、犯罪者、愛人の名前を書いた小さな札をぶら下げた木が何本か突っ立っている。他には何もない。これは本当ですか？その他にこの種のニュースがいくらもある。真っ赤な嘘だと分かりきったニュース。パリの大通りは不意にいくつにも小さな通りに分かれる。不安定だというのは本当ですか？
すべてのものが秩序を保っているとは限らない。そんなうまい話があるわけはない。思いがけず何か事故が起こることもある。みんなが集まってきます。歩道にはごくわずかしか触れないという、あの大都会にふさわしい歩き方で横丁から出てくる。みんな好奇心に燃えていますが、また失望させられるのを恐れている。呼吸を弾ませ小さな頭を突き出して、しかし体が触れ合うと丁寧に腰をかがめて言い訳をするのです。大変すみません、ついうっかりしていました。むやみに混み合うものですから申し訳ありません。本当にぼんやりしていました。仰せの通りです。私は、そうです、私はジェローム・ファロッシュと言います。カボタン街の高領商です。お差し支えなければ、明日昼の食事にいらしていただきたいのです。家内もきっと喜ぶと思います。そんな風に話し合う。町はしかし感覚を失った手です。そして煙突の吐き出す煙が建物の間に静かに降りてくる。これがありなんです。そしてまたある時は、上流の人たちが住む地区のにぎやかな小道に車が2台止まることもないとは言えないわけです。召使いがうやうやしく扉を開く。すると純粋なシベリア産の狼犬がハッと踊り出す。吠えながら車道を跳ね回る。みんなはこれが若い伊達者の仮装の姿だと言っています。建物の中へ、屋根裏の部屋から
間に一つのきらめきが生まれる。そしてキレキレ、見当たらない。